Fiery! Traitor. Sephiroth! Luffy! Zora! Roxas! Why? Axel! I'm a fool! Xemnas! You're right. ゼクシオン！ゼクシオン！何ですか、創造師。ゼムナス殿はどこだ？いつもの場所へ。眠りの部屋か。急ぎのようなら行ってみてはいかがです？冗談はよせ！やむを得ん、お戻りを待つか。一刻も惜しいというのに。全く用がある時に限ってこうだ。間が悪いというか。俺もあそこは苦手なんだよな。お前はどうだい、同志ゼクシオン殿。盗み聞きですか。何をしているのです。あなたとザルディンの任務は新たな同志を探すこと。こんなところで怠けている余裕はないはずですが。仕事は十分やってるさ。昨日も一人見つけてきたんだ。確か、まあなんとかって名前になったらしいな。これで機関も11人、結構な数が揃ったもんさ。だもんで、今日だけレクセウスに代理を頼んで休んでるって話。明日のお仕事のためにな。ではせいぜい英気を養うのですね。僕には今日の仕事がありますので、これで。お堅いね。楽しくお話でもしようぜ。例えばゼムナスの秘密についてだ。ありゃ何年前だったかな。鍵型の剣を手にした奴らがこの地に現れ、すげえ戦いをやらかした。そいつらが姿を消した後、記憶をなくした男が倒れてた。ゼムナス、いやゼアノートがアンセムに拾われたのはちょうどその頃だったよな。それが何か。眠りの部屋。そう、俺たちが心の闇を研究していた地下施設。賢者アンセムの命令で封印された墓場。おせっかいな賢者を追放したゼムナスが最初にやったのは、封印を解いた施設の奥にあの部屋をこしらえることだった。以来ちょくちょく部屋にこもって誰かと話していらっしゃる。妙だろう。部屋にはゼムナス一人のはずだ。盗み聞きがお好きのようですね。話の中身までは聞こえねえさ。おかげで余計気になってな。お前も興味あるだろう。僕は自分の任務に専念したいだけです。あなたも本来の任務に注力して、もっと同志を集めてください。新たな施設の準備を急がねばならないのに、機関が11人だけでは手が足りません。新たな施設？ああ、忘却の城ね。あんなの使ってゼムナスは何する気だろうな。僕らが聞かされた目的は。誰にも聞かせていない目的がある。眠りの部屋と対応なす目覚めの部屋、もう一つの墓場、そいつを探してるのさ。ゼムナスじゃない誰かが作った部屋をな。そこにはきっともう一人友がいる。